おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日もボイシー YouTube ポッドキャストでお届けしてまいります。今日のテーマは本音です。あなたは本音で話していますか？多くの人がこんなこと言ったら嫌われる、変な人だと思われる、呆れられるんじゃないか、そう思ってどこか受け入れてもらえそうな自分っていうのを演じている部分があるんじゃないかなと思います。その度合いは人それぞれだと思うんですね。この週末は2日間マスタークラスの授業がありました。今度の日曜日3月10日に東京の山手線田町駅のそばにあります産業振興センターショーホールで発表会があるんです。そこに向けて一人一人が自分を語るスピーチをしてくれたわけなんですけれども、そのみんなの話を聞きながら、ああマスタークラスって半年かけてコミュニケーションを学ぶ場所っていうのがある意味分かりやすい説明かもしれないんだけれども、ありのままの自分を受け入れ合える場所なんだなってすごく思いました。例えばある受講生さんはいつも笑顔でいれば周りからいい人だ、明るい人だって思われて楽だからそうしてきた、でも心から笑ってたわけじゃない。またある人は自分の中には魔物が住んでる、そんなの人に知られたら絶対ダメだから、それを見ないように、それが出てこないようにしてきた、そう言っていました。またある人は あの人はこうしてほしいんだろうな、この人はこうしてほしいんだろうな、周りの目を気にして好きなことややりたいことじゃなくてやった方が良さそうなことばっかりやって生きてきた、そのうちにやりたいことがわからなくなってしまった、きっと多くの人にこういう自分を抑えたり隠したり見ないようにしてる部分ってあるんじゃないかなって思います。こんなこと思っちゃいけない、こんなこと言っちゃいけない、やっちゃいけない、失敗しちゃいけない、間違えちゃいけない、上手にやらなきゃいけない、いけない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 って思いながら自由に自分を表現できる人なんてそりゃいませんよね。あ、こうしちゃいけないって一個思うたびに体にギュッて力が入る、こうしちゃいけない、またギュッて力が入る、だから体にギュ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 力が入って、そうやって緊張して萎縮してたら当然言葉なんて出てきません。それでもなんか話さなきゃって思うから頭でいっぱい考える、そして頭で考えたから頭で話す、相手も頭で聞く、頭でつながる人間関係の出来上がりです。誰といてもどこか自分を偽ってるような、作っているような気がする、本当のことなんて言えない、そうやって思っているからどんどん孤独になっていく、なんとなく社交的には表面的には人とうまくやってる風なんだけど、じゃあありのままの自分全部さらけ出してそれでも受け入れてもらえる、受け入れられる、そういう人間関係があるかっていうとどうだろうって、そんなの自分にできるかなって不安になる。自分の中にある何かを言ったら嫌われる、見せたら人が離れていくって、どこか怯えながら生きていくのってめちゃくち
ちゃしんどいと思います。私自身めちゃくちゃしんどかったです。だからここでは何言ってもいいよって、どんなあなたでもいいんだよって、そういう場所を作ることが私にできる本当にささやかなことなんじゃないかって思ってやってます。今マスタークラスの3期生はそれでも怖いなって思いながら、だけどこんな自分でも大丈夫ですか、私実はこうなんですけどいいですかって、ちょっとずつちょっとずつありのままの自分を開示していく、自分自身が受け入れていくっていうことをやってます。この前はある受講生さんがこんな話をしてくれました。お嬢さんから、ママは私のこと本当には好きじゃないよねってよく言われるんだそうです。でそれを聞いてどう思うんですかとお尋ねしたら、子供はよくわかってるなって思いますって言うんです。どういうことかなと思ってお話を聞いていくと、羨ましいんだって。自由にのびのびと学校生活をエンジョイし、私はやりたかったのにできなかった留学も経験して、本当に楽しそうな10代を過ごしている。私だってそんな子供時代を過ごしたかった。そういうどこか羨ましくって嫉妬する気持ちっていうのが自分の中にある、それを娘は感じ取ってるんだと思うっていうんですね。で私がその方に申し上げたのは、あなたはお嬢さんのこと大好きだと思いますよって、そのことと娘さんが羨ましくっていいなって思って、ちょっと嫉妬する心から何かちょっと意地悪な言葉とか表情とかそういうものが自分から出ちゃってるかもしれない、ずるいっていう気持ちが出ちゃってるかもしれない、でもそれは娘さんのことが好きじゃないっていうことにはならない、別のことですよねって。そしたらそっかって、で自分のね、そのお嬢さん羨ましいと思う気持ちをお嬢さん自身に伝えてみたらいかがですかってお伝えしたら、伝えますって、言ってみますって、お嬢さんはその話をちゃんと聞いて受け止めてくれたそうです。だから彼女は今自信を持って、ママはあなたのことが大好きだよって何の曇りもない気持ちで言えるんだって言ってました。私はね、みんな本当にいい人だなって思ってるんです。でも今のママみたいにね、羨ましいなって思ったり、いいな、ずるいなって思ったり、怖いなって思ったり、恥ずかしいなって思ったり、そういういろんな気持ちがその人が持ってるとっても素敵な心をちょっと曇らせたり隠したりしてしまうんだろうと思うんですね。じゃあどうしたらいいかっていうと、そういう気持ちが自分の中にあるよって、そのことを喋ってみる。こんなこと言ったらどう思われるだろうと思うかもしれないけど、大丈夫だからって喋ってみる。そしたらみんながそっかって、そう思ってたんだねって、あるいは辛かったねって、苦しかったねって、ただ寄り添って受け入れてくれる。そうやって、ああ私は私でいいんだなって、こんな自分でもいいんだな、ありのままの自分で大丈夫なんだなって、そうやって思えるようになると、その人は
自然に話せるようになります。原稿がもう A4 の半分も書けなかった人が自由に話せるようになっていきます。その人の声の響きが変わっていきます。芯が出てね、太さと深みが出てくるんですね。周りの人たちを受け入れていく、そのことによって気がつくと自分を受け入れるっていうことも進んでいたりします。自分が勇気を出して自分の本当に思っていることを話すと、それがまた誰かの勇気になって、その人もまた心を開いていったりします。マスタークラス第3期の最終発表会は東京が今度の日曜日3月10日、京都は3月23日日曜日、京都市国際交流会館にて行います。皆様どうぞ会場に来て、みんなのスピーチを聞いてあげてください。オンラインでの参加も可能です。もちろん参加費は無料です。一応こちらの方でどれくらいの方が来てくださる方のかを把握したくてお申し込みはいただいています。皆様のお申し込み心よりお待ちしております。さあ、そして今夜はいよいよ開運講座実践編です。先日基礎編を行いまして、一体運というものは何なのか、どうすることによって運が良くなっていくのかっていうお話をさせていただきました。今日からは実践編ですので、実践編でやり中級編に入りますので、より深く本質に入っていきます。どれだけ広い視点で自分を含む世界というものを見つめ、そして信じることができているか、これが本当の開運だと思ってます。基礎編が終わってからずっと実践編をどういうふうにやろうかっていうのを考えてきました。今も考えています。しかし何をどう考えてもですね、どこからどう考えても、この小さな自分という存在のエゴを超えて大いなる宇宙の流れというものをどれだけ信じられるかというところに尽きるなと。これはいわゆる宗教でいうところの信じるということでは全くなく、むしろそれを超えたところでどれだけ世界を信じられるかっていうことだと思ってます。その時自分に深い安心と、そして信頼が生まれる。自らのエゴを超えて委ねていくことができる、それこそが本当の開運です。基礎講座を受けていない方でも大丈夫です。もちろん受けてくださった方がより理解はしやすいと思います。基礎編はアーカイブで、動画講座で受けていただくことができます。そして実践編は今夜からスタートです。リアルタイムで、また後からアーカイブでご覧いただくこともできます。皆さんの参加、一緒に本質的に運がいい自分になるっていうことをね、実践していけたら嬉しいなって思ってます。というわけで今夜ぜひ開運講座実践編でお会いしましょう。今日も聞いてくださってありがとうございました。新しい週間のスタートです。どうぞ元気で笑顔いっぱいの一週間でありますように。西戸明子でした。今日も聞いてくださってありがとうございました。